皆さんこんにちは、けんです。今日は僕の友達に久しぶりに会います。あ、来た久しぶり。ゴールデンウィークだからめっちゃ混んでるね。新幹線が人がもうすごくて、全然乗るまでに、うん、乗るまでにどれぐらいかかったの？3、40分ぐらい。あ、電車の中に入るまで。マジ、うん、大変だったね。でも来てくれてありがとう、うん、じゃあ行こっか。マー君はさ、うん、名古屋に来たことがあるんだよね。そう、名古屋はね、うん、多分今回で4回目ぐらい。へえ。最後に来たのは？最後に来たの多分10年ぐらい前になっちゃうのかもしれない。そんなに前25、6ぐらいの時に、うん、今結婚してる奥さんと、はい、デートで来た。デートで、あ、いいね。そうそうそう、そっか、それ以来。それ以来だね、だから本当、うん、久しぶりだね、うん。東京の人から見て、うん、名古屋は、うん、どんな感じ？そうだね、普段自分が住んでるエリアより高いビルがいっぱいあるから、うん、なんだろうこんなに名古屋都会だったんだなっていうね。名古屋駅、うん、すごいよね。名古屋駅すごいね。名古屋駅って変わった、うん、昔からこんなだった？いや、どうかな、ちょっと詳しく分かんないけど、うんうん、だって前の記憶が10年前だもんね。そうそれは変わったと思うよ。ね、多分変わったよね。その時車で来たから多分ね、うん、名古屋駅自体をその時見なかったのかな。あー、車で来たんだ。そう、遠くない？東京から。そう、結構かかった、うんうん、車で5、6時間ぐらいかかったのかな。へえ、そうそう、すごいね。なんかレストランがたくさんあるね。うん、あ、そういえば今日のお昼ご飯、うん、何が食べたい？一番はね、やっぱね、うん、ひつまぶし。ひつまぶし、うん、逆にケンちゃんなんかおすすめある？ひつまぶしじゃあもう確定だそう、でも暑い時は、うん、僕のおすすめは、うん、きしめん。あ、うん、冷たいから。なるほどね、うん、きしめんもセットでついてないかしら。きしめんとひつまぶしはあるかもしれないけどどうかな、うん、じゃあひつまぶしを、ひつまぶし食べたい、ね、ちょっと探してみよっか、うん、ごちそうさまでしたいえ、美味しかったですやっぱり名古屋に来たらひつまぶしでしょ。いや、めっちゃ美味しかった ね, ね, ね、カメラで映せなかったのが残念だよね。まあまあまあ、ね、ちなみにここにもうなぎ屋さんあるよ。すごいね。この後は次はどこ行く？大須商店街行ってみる。おなんか、うん、この近くに商店街があって、うんうん、まあ、お店がたくさんあって食べ歩きもできる場所、まあ、今食べたばっかりだから。いや、まだ行けるね。マジで行ける。まだ行けるね。まあまあまあ、なんかデザートとか。あ、いいね、デザートあるかもしれない。あ、デザートいいね。じゃあ行ってみようか。行ってみよう、うん、ここが大須商店街。着いたね。着いた。おしゃれな人が多いって、若者も多いよね。ねえ、なんかいろんなお店があるから、うん、歩くだけで、うん、歩くだけでも楽しいかもね。そうだね。ね、うん、僕たちは歩くだけで終わらないけど。というと？というと、まあなんか食べたいね。あ、食べたい。食べたい。食べてばっかり。食べてばっかりだ、ね、まあでもね、ほんとスイーツ食べたいよね。ね、ほんとにゴールデンウィークだからかな、若者が多い、ね、行ってみよっか。若者多いね。若者多い、うん、
僕たちも若者でいいよね。そうだよね。けんちゃんは若者でしょ。マー君も若者でしょ。けんちゃんはセーフ。若者ってさ、何歳ぐらいのことかな、感覚的に、うん、まあ本当にコアなところは22、3、4、5、なんか20代、10代、ああそうね、20代前半かな。まあもう若者、まだ若者だよね。思いっきりど真ん中は ね、そうだよね。めっちゃ人いるじゃん。買っちゃった。食べよう。いただきます。いただきます。実は、もう一つ、大須に来たら、絶対に行ってほしい、すごく面白い、興味深い場所があって。なんだろう。ちょっと今から連れて行くから。この商店街に、お寺があるの。嘘。ここマジ何これ。ここ急に。おお、本当にお寺だね。まあお寺とか神社とか日本にたくさんあるけど、お参りするときにまあお金を入れるじゃん、ここはお金現金なくても、スイカとか、キャッシュレスで、お参りができる。おお。ここに、まあ、Banshoji コインってあるけど、いろいろ使えるけど、今日はスイカ使ってみる。1番、ここにスイカをタッチすると、はい。おお。コインかっこいいよね。コインかっこいいね。ここにお参りの方法書いてあるから、なんかわからないなと思ったらここを見てお参りしたらいいよね。まあ、英語でも中国語でも書いてあるから。けんちゃんは何をお願い事しましたか。秘密。